はい、2日間ほど出た。そうですね、昨日京都琵琶湖にガイドで出て。どう、夏っぽいっていうかもう38度とかそうですね、人間的にもすごく暑くて、はい、水温も僕に、北でも29度、午後になったら29度と、まあ、30度すぐ手前とかになると表面水温がなるんですけど、もう夏ですね。もうめちゃくちゃ夏パターンっぽい動きをバスはしてますね。ただ、まあ、実際、昨日釣った50アップはプリっぽい、まあ、ケツの穴が赤くて卵持ってるようなやつも釣れたんで、まあ、まだ埋める個体もいるっていう感じですね。それは何、釣り的には どんな感じになるの。釣りですか。釣りは釣れてるのは、昨日釣れたのは、ホッコで、脳進化、来たね、はい、もしくは、ミドストなどの、まあ、ゆっくり沈めるかもしくは中層をゆっくり泳いでるっていうやつが良くて、なんていうんですかね、まあ、浮いてるわけじゃないんですけど、あのタレントを意識してこうウィードがこうお辞儀してる下に入ってるやつを釣ってるイメージで、昨日はよく釣れましたね。じゃあウィード流れてるようなエリア。そうですね、だからもう古流をかなり意識してやって、昨日はポロポロっと釣れて、その中でゴージャップが何本か釣れたって感じで、で今日は朝からそのパターンを追いかけたんですけど、まあ、あの全然釣れなかったんですよ。1本40ぐらいのやつが釣れて、あとはもうちょっと展開を変えた時に、まあ、もう30センチぐらいのやつが釣れてって感じで、全然釣れんくて、まあ、原因はカレントです。完全にもうあの昨日はそのウィードのお辞儀の方向が一定方向で、明らかに交流があるなっていう感じなんですけど、今日はお辞儀してるんですけど、 あっち向いたりこっち向いたりしてるんですよ。だからもう全然交流が効いてなくて、ただただあの水が低いからとかいう理由でお辞儀してるだけで、まあ、ベイトも浮いてて、でボイルしてるんですけど、バスがねボイルした後すぐビャーンと深いところにもう一発だけドーン出て潜っていくんですよ。だからボイル打ちしてても全然出なくて、でもう釣れなくて、でも今日は午前で、今日はもう全然朝釣れなくて、もう午前中まあホッコダメなことは分かったんで、でもガラッと展開を変えてキラ、あ何個に行こうとしていって、でまあ夏、まあ、昨日釣りして、あ夏やなって感じたんで、まあ、シェードか、カレントを、まあどっちかをこう行き詰めれば、まあ、答えに限りなく近いものにたどり着けるんじゃないかなと思って、その2つの極端なエリタタテスト、まあ、クイなりあの人工物のシェードと、あとボディウォーダー、もう明らかにどんなに放水量があの少なくても、カレントが多少なり効いてるエリアを、釣り比べたんですよ今日は昼から。そしたら、カレントの効いてる、まあ、春節ですよね、もう上で明らかにウィードがこう、今日は南方向かに頭をこう向けてるところで、1投目から釣れて、そっから4連発か5連発ぐらい40で、その中に55が1本混ざってって感じで釣れて、でそっからもうそのカレントを意識して、でウィードによる、シェードができてれば最高みたいな感じで、ウィードの密度とで、カレントで、一応気にしたウィードはもうエビもですね。で、まあ、目で見て売ってる感じです。でカレントを意識したエリアで、できるだけアウトサイドですよね。で、エビもがこうギュッとこうギュッギュッみたいな感じでポンポンポンってあって、しっかり生えてる。で根元に入れば、シェードがあるよっていうようなところを意識して回ったら、61とか50アップ2連発とか、あとも40、まあ、40から47、8ぐらいまでのやつ10本ぐらい釣れて、それもね、まあ、1本だけ53ぐらいのやつはもう頭でっかちのちょっと長いだけみたいなやつだったんですけど、あとはもうベイト食ってるもう腹パンパン
ほらウエイトあるような、僕が釣ったの61なんか4500とか余裕でありますね。素敵な魚、はい、相当来てましたね。なんで、結構今日はあの昨日とはまた違うパターンではめれたっていう感じですね。それ何、夏のいい条件のところに魚がもうもう集まってるし、その周辺を意識して回遊してるイメージで、今日とかカレントはその弱くなったりした時は、もう僕の中では根元を釣れば釣れるっていうイメージですね。で昨日みたいにカレントが効いてて、いざサスペンドしてる状態ですね、になってると思うんで、その時はノーシンカーとかでスローに落としたり、ジョストで、まあ、ちょっと目線のちょっと上とか、まあ、そのポジションぐらいをゆっくり動かすとあのよく釣れるっていうイメージでしたね。今日は明らかに浮かすと釣れなかった。もうちょっと重めにして、今日とかも 8.5g のテキサスリグで普通に釣ったらもう連発やったんで。あ、けど逆に言うと 8.5g なんだ。はい、ヘビ的ドーンとかって感じ。ああ全然、でもそんなあのそんな多くしなくても十分入っていくんで、うん、あそうなんだ、はい、体も売ってるわけじゃないんで、はい、ヘビモの根元にスルスルと入っていければ、ね、とりあえずそのエビモに、エビモがこうあったらエビモにラインが引っかかっても、うん、一応そこまではしっかりつくよっていう重さな、はい、重さ、そのエビモをまあ倒してでも、うん、とりあえずボドムまでみたいな。え、ちなみにラインは何本？16です。あ、16か、やっぱり、はい、エビモがね、結構硬いんで、もうまあ一応バスかけた後に、うん、もごとあの持ってこれるぐらいの太さにはしてます。今日も60かけた時、うん、バス見えなくてロックしたんですよ、うん、でもまあでかいと思ってなくて、そんなに、まあ、食った感じもコンコンコンっていう、こうまあ普通の当たりだったんで、あのガンって合わせて、あいいかなって思ったんですけど、ガーって巻いてたらロックして、でもでかいと思ってないから思いっきりこうやって引っ張ったんですよ。ほんでまあウィードごとバッて上がってきたら、あでかくねこれみたいになって、ネット入ったらこれ60あるんじゃねみたいになって、なで上がったら60あったっていう。楽しかったね、ちょっと。楽しかったですね、今日は。はい、昼からすごかったっすね。じゃあ、でも、まあ、この後あれか、給油戦まではちょっと時間がある。そうですね、一応予定してるプランまでは2週間ぐらいありますね。うん、あるんで、はい、じゃあ、まあ、琵琶湖でガイド中。そうですね、そうですね、ガイド。じゃあ、鋭利出撃中で。はい。はい夏の片岡に会いに来い。そうですね。ということで、まあこれからどんどん黒くなっていくと思いますけどね。もうここはね背景白いんで分かりますけどね。背景壁黒かったらね、はい、どこにいるか分かんなくなるんで、ね。なるほど、はい。まあまあまあ、じゃあちょっと夏休み中に会いに来てよみたいな感じで。そうですね。ぜひぜひ、はい、あの夏の琵琶湖を満喫しに、はい、あの面白い釣りができるんでね、はい、あの力比べをしに来てください。はい。